2月6日が誕生日でした。本当なら53歳。ザードの酒井泉さんが旅立たれて、もう13年が経ったんですね。未だに、そのことが事実だと、受け止められずにいる方も多いのでは。メディアへの露出が極端に少なく、ミステリアスな人でした。彼女のことを振り返ってみたいと思います。酒井泉さん、実は街頭でスカウトされて、本名の田町幸子で、モデルとして活動されていました。それから東映カラオケクイーンとなり、各地のカラオケ店を PR 巡業もされていたそうです。日清カップヌードルの二輪レーシングチームのレースクイーンとしても活躍し、その後歌手に転向して1991年、グッバイマイロンリネスでデビュー、負けないで揺れる思い、マイフレンドなど、9作でミリオンヒットを記録。とんでもないシンデレラストーリーを歩んできた酒井泉さん。でも、本当に、最後は予想だにしないものでした。子宮頸がんが肺に転移してからの治療の最中だったといいます。突然の訃報でした。わずか3メートルの高さでした。非常用スロープから転落しての脳挫傷によるものでした。その直前まで復帰後のことを考えていたそうです。最初から最後まで謎に包まれたままでしたね。私たちが知らない酒井さんはどんな人だったのでしょう。逸話として語られているのは、同じ事務所の大黒摩季さんはデビューする前から公私ともに親しかったそう。分刻みの多忙なスケジュールの中、酒井さんが大黒さんに、ねえ、マキちゃん、行きたい店があるんだけど、と悪い目をして誘っていたとか。そして、必ずプロデューサーに怒鳴られるのは、いつも大黒摩季さんであったそう。でも、やっぱり酒井さんらしいのは、大黒摩季さんはこんな風に、揺れる思いという歌詞を載せるまでに、彼女はメロディーを何百回も聴いているんです。私はそれくらい言葉を選びなさい、と怒られたことあります。と、酒井さんの歌詞に対する強烈なこだわりも、忘れられないとも言っていました。負けないでや揺れる思いが売れても、電車移動してたとか、かと思うと、極度の上がり症で、初めてのテレビ出演が終わり、挨拶回りに行った後、腰が抜けてしまって、メンバーが抱えて楽屋まで連れて帰ったとも。このすべてが酒井さんなんですね。作詞の提供先もすごくて、テレサ・テンさん、ティーン、ワンズ、森進一さんなどにも提供していたほど。でも、本当に普段の酒井さんって、どうだったのか知りたくて。さらに調べると、とある方の話が目に留まりました。より近くで酒井さんを感じてきた方の話です。名曲、負けないでが大ヒットした直後、まさかの入社して、わずか3ヶ月目に担当した小林さんという女性です。酒井さんは、私にとって永遠にリスペクトの対象です。音楽業界について、右も左もわからない。ど素人同然の私を、心よく受け入れてくれた。酒井さんの度量の大きさに驚きました。とても丁寧な言葉で、優しい話し方で、すごく嬉しい気持ちになったことを覚えています。同性から見てもドキドキするほどの可愛らしさでした。強くなければ、他人には優しくなれません。しかし、そんな酒井さんが悲しみの涙を流す姿を小林さんは一度だけ目撃したことがあるそうです。週刊誌やスポーツ誌で酒井さんがデビュー前レースクイーンやモデルをしていたことが取り沙汰されることもあったのだが、事実と異なる記事が掲載された時、酒井さんはザード以前の自分の活動についてはそれも自分のキャリアの一部だと
そのまま受け入れていました。ただ、事実ではない中傷記事が、スポーツ紙に大きな見出しになった時は、涙がこらえきれなかったようです。私たちに泣き顔を見せたくなかったのでしょう。しばらく化粧室から出てきませんでした。それが、私がただ一度だけ見た、酒井さんの悲しみの涙です。そんなくだらない記事を書いた記者は、さぞや今頃は後悔していることでしょう。レコーディングの時は無になるんです。酒井さんはいつもそう話していたそうです。面白いエピソードもあったようです。一度メイクの濃さが気になった撮影があって、自然体の酒井さんのイメージと少し違っていたことがあって、プロデューサーがそれを指摘すると、酒井さんはありえない行動をとったのだとか、その場でパシャパシャと洗顔してすっぴんになったんです。周囲があっけに取られる中、酒井さんは何もなかったかのように撮影を続けたそうです。即座にすっぴんになった覚悟にも驚かされたが、すっぴんでカメラの照明やレフ板に輝く美しさにも驚かされたといいます。酒井泉さん、あれだけの美貌の持ち主でありながらも、結構男気があって、よくその場を仕切ることもあったとか、カラオケに行った時に、新人の小林さんに、揺れる思いをリクエストして歌わせたりと、かなり茶目っ気もある方だったようです。その反面、小林さんは、酒井さん自筆の温かいメッセージカードを、いくつももらったのだとか、その一通一通は今も大切に持っているそうです。酒井泉さんはファンレターも一通一通、必ずじっくり嬉しそうに読んでいたそうです。人の心と言葉をとても大切にしていたんですね。そんな小林さんが担当を離れる際、酒井さんがオフィスを訪ねてきてくれたのだとか、その手にはシャンパンと手紙を、携えていたんだとか。ところが小林さんはその時ちょうど外出中だったことを今でも悔やんでいるのだとか。こんなことされたらもっと好きになっちゃいますよね。そう当時のことを振り返った小林さん。実は小林さん、酒井さんの一つ年下でした。姉御肌の酒井さんからすれば、右も左も分からずに頑張る姿を見て、可愛い妹を見ているような気がしてたのかもしれませんね。だからこそ、自身が大好きな曲、揺れる想いを、リクエストしたのかもしれません。自分の歌を必死に歌う妹を、嬉しそうに見ている酒井さんが目に浮かびます。あるインタビューで、幸せとは？と聞かれた時に、自分の好きなことを一生やり続けていけることだと思います。そう言い切った酒井泉さん。酒井さんにとっては、まさに、歌うことがそうだったと思います。足早に立ち去った歌姫。酒井泉さん。今も天国で毎日、あの透き通るような声で、力強く歌い続けているのでしょう。君がいない。忘れることができません。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？酒井泉さん、あれからもう13年が経とうとしているのに、未だによく思い出してしまうのには、それは彼女の死が元気をくれたり、時にはそっと優しく包み込んでくれるような強さと優しさがあったからなんですね。永遠の歌姫、酒井泉さん、どうぞ安らかにお眠りください。合唱。